今週のアーティストバックステージ、ゲストはチェルミコのお二人。もうすぐライブですが、意気込みとかありますか？まどろ団子の時間なんで。意気込みとかありますか？服で引き寄せておいて、アボカドでとどめですね。はい、インスタグラム。あとは、金やって、酒やって。なるほど、素晴らしい。男で大手と。なるほど、美しい。どうもいけ、ここで爆弾が来ました。すべてが目に帰りますよ。すいません、歌詞を書く上で一番大事なことって何ですか？竹馬。はい、今竹馬。これ何のためにやられてるの？竹馬作ってる人に話しかけるべからずってことわざありますよね。あるんですか。じゃあ次の心理テストね。うん。猫、狼、牛、タヌキ、ロバ、この中で一緒に旅をするとしたら、ロバ。どの動物を選びますか？ロバ。早いな、ロバね。ロバ。はい、ロバを選んだあなたは一番大切なものがプライドです。プライドだって。え？どういうこと？これ心理テスト。ロバはプライドなんだって。だからレイチェルは一番大事なものがプライドなんだって。いやいや、私大事なのはロバ。これプライドじゃない。ん？じゃあ、これ心理テスト。ロバはロバだから。ロバはプライドなんかじゃないよ。生き物です。マミコちゃん家で飼ってるロバ見たことあるよね？あの子たちすっごくいい子たちの集まりだよ。見たことあるでしょ？ねえ。いや、これ心理テストだから。てか何、ロバ飼ってんの？ロバはロバだから。ロバ好きとしてのプライドめちゃくちゃ高いじゃん。当たってるよ、この心理テスト。お二人にとってラップとは何ですか？今タコあげてるんで。あの、練習とかしないんですか？タコあげてる人に話しかけるべからずってことわざありますよね。ないです。チェルミコさん出番です。はーい。